お疲れ様です。 SYK メイクアップのさやかです。今回は久しぶりにグリーンのスモーキーメイクをやっていきたいなと思います。グリーンメイクはね、やっぱり定期的にやりたくなるコンテンツの一つかなと思うんですけれども、今回はグリーンのスモーキーメイクでこう上品なねキラキラ感とかをプラスして沈んだ印象になりすぎないように仕上げてみましたので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいなと思います。それでは早速すっぴんの状態からスタートしていきたいなと思います。それではグリーンスモーキーメイクアップやっていきたいなと思います。はい、この日はものすごくねボンバーヘアだったんですね。ボンバーヘアからスタートしていきたいと思いますけれども、ではまず下地ですね。下地は今回はツヤツヤトーンアップ下地の IMU ユニスキンファンデーションプライマーを使っていきます。これはね2000円くらいでゲットできる韓国コスメのトーンアップ下地なんですけど、明るめの肌色がついてツヤツヤもちもちっとした保湿感のある下地になってます。こちらを今回使っていくメイクアップフォーエバーファンデーションブラシの109番を使って全体に伸ばしていきます。この下地自体はやっぱりプチプラの中ではかなり保湿力高いなっていう感じですね。もちろんやっぱりデパコスになると、私がいつもお気に入りで使ってる MAC のプレッププライムフェイスプロテクトなんかがあるので、そういったものの方がかなり保湿力は高いんですが、2000円台でゲットできる保湿力の高い下地の中であればもうダントツで保湿力あるので、これからの秋冬の季節に保湿ちょっと意識していきたいけどあんまりコストかけたくないなっていう方はぜひチェックをしてみてください。ちょっとこの時点で唇保湿しておきたいのでリップブースターをつけておきます。唇の表面を保湿をしてくれるようなアイテムになってます。今回のファンデーションはツヤツヤ高カバーファンデーションのディオールスキンフォーエバーフルイドグローの 2L 版を使っていきます。カバー力がねすごく高いのと張り感がバッチリ残るので、水っぽいツヤのファンデーションと違ってやっぱりしっかりと肌自体は完璧に仕上げたいという方向けの保湿ファンデーションになってます。あんまり自分の肌自体カバーするとこないよっていう方はね、RMK さんとかみたいなカバー力があんまりなくてみずみずしいものを使うといいと思うんですけど、やっぱり今回はグリーンスモーキーメイクをやっていくのでトラブルレスな肌っていうのを作りたいわけですね。なのでこのカバー力の高い保湿ファンデーションを使っていきます。ある程度全体に伸ばしたらいらないツヤ感や油分をスポンジでポンポンタップして吸収させていきます。このポンポンタップするステップがあるだけでファンデーションの密着力が高まるのと、ブラシの筋ムラがなくなってより均一な仕上がりにしていただけるので、ワンステップでちょっと面倒だよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、私はものすごく重要視しているステップになりますね。これがあるかないかで本当に崩れるか崩れないかも結構大きく変わってくるようなステップになります。コンシーラーはお気に入りの素肌美人コンシーラー、ウルトラ HD コンシーラーの30番を使っていきます。オイリーな方でも、コンシーラーをつけるような目の下とか口周りとか、こうカバーしたい部分っていうのは、比較的皮膚が薄くて乾燥しやすい部分が多かったりするので、大きいシミをね、ガツンとカバーしていきたいよっていうね、ものでなければ、こちらのコンシーラーはね、万人が使いやすい素肌をきれいに見せられるようなコンシーラーなのかなと思います。目の下と乾燥毛穴が気になるところと、口周りですね、こちらにつけて、指で簡単に広げていきます。ある程度指で伸ばしたらこちらもスポンジでいらないツヤ感や油分感を吸収していきたいと思います。これで肌のトーンが均一に整いました。それでは早速アイメイクに入っていきます。ウォータープルーフカーキアイペンシルのアクアルジストカラーペンシル5番のブロンズというカラーをつけていきます。名前がブロンズなんですけど、これねカーキなんですよ。なんで名前でちょっと参考にならないなとは思うんですけど、こんな感じのもうカーキブラウンっぽい感じのカラーですね。こちらを乾くまではね柔らかくてぼかしやすいウォータープルーフペンシルになってるので、ベースカラーとしてもこれをベタベタと広げていきたいと思います。これを全体に広げた後ブラシでなじませていくんですが、マイフラッフィーコンシーラーというマイキットコーの 0.3 番ブラシを使っていきます。こちらはコンシーラーとかクリームアイシャドウをぼかすのに最高に使いやすいブラシになっていて、マイキットコーはイギリスのブランドなので直接買うと送料が高いんですけど、ビューティリッシュとかルックファンタスティックっていう海外コスメを4000円以上買うと送料無料だよみたいな感じでこうお得にね購入できるサイトなんかもあったりするので、そういったところでチェックしていただけるといいのかなと思います。このベースカラーを広げる範囲としては
目を開けた時にふわっと見えてくるくらいの範囲まで上まぶたはつけていきます。なので目が大きい方なんかは私が今つけてるくらいの幅感だけを参考にしてつけてしまうと広がりすぎてしまったりすると思うので、目を開けた時のサイズ感をチェックしてふわっと見える程度だったらどのくらいの幅なのかなっていうのを見ながらね広げていただくっていうのがとっても大事になります。こんな感じでガツンとねスモーキー感が出たところで、こちらに抹茶ラテのようなねすごくクリーミーな抹茶カラーをまぶた全体に広げていきます。これはねほぼマットなんですけど、微妙にパールが入ってる分ぼかしやすい、なじませやすいカラーになってます。透明のアイシャドウベースにこれだけをつけていくと割とこう肌色に負けてしまうというか、あまり色が出なかったりするんですけど、ベースにスモーキーなカーキカラーをのせている状態なので、よりこう密着力も上がって深みも出るような状態になっているような感じですね。この抹茶カラーだと鮮やかすぎないので比較的こうチャレンジしやすいグリーンなのかなと思いますが、皆さんいかがですか？はい、全体につけた色は抹茶ラテのような柔らかいカラーなんですが、締め色に鮮やかなグリーンを使ってグリーンのメリハリ感をプラスしていきたいなと思います。ザッツショービズベイビーというね可愛い名前のカラーですね。もうつけていくだけでこうクリスマスグリーンみたいな感じで鮮やかな感じってすごくわかりますよね。でお好みによってこれを狭く広げていくのか広めにつけていくのかによってグリーンの強さっていうのを調整していただけるような感じになるので、ご自身が目をパチッと開けた時にこの程度のグリーンだったらいいなって思われる程度ね広げていただければねいいかなと思います。ただアイラインを引いた後はちょっとグリーンが隠れて意外と馴染んだりするので、まあ、このくらいかなっていうくらい広げておいて、後でアイライン引いた後ね調整していただくといいのかなと思います。私はお顔のパーツをこう内側にこうちょっと寄せたいタイプの好みのね人間なので、目尻と目頭にね締め色を入れていきます。グリーンのアイシャドウをぼかしていくのに最強のぼかしアイシャドウのパウダーキスアイシャドウベストオブミーを使っていきます。これはね白くならないベージュのアイシャドウになっていて、肌をね透かすような感じのアイテムになってます。これをブラシにとってアイシャドウのぼかしたい境目の部分を練り練りとこうブラシでなでてあげると簡単にもうじわっとぼけていくんですね。アイシャドウがパツンと分かれやすいよっていう方とか、やっぱりぼかしがうまくいかないよとか、アイシャドウの仕上がりがなんだか綺麗にならないっていう方は、こういったぼかしカラーがあるとぼかしやすさっていうのが格段に上がってテクニックが少なく済むようになるので、ちょっとねそういったところが苦手な方はぜひチェックをしてみてください。境目がじゅわっと溶け込んでいくのもわかりますよね。アイライナーはウォータープルーフリキッドアイライナーのアクアレジストグラフィックペンを使っていきます。これはでも本当ににじみ知らずな最強のリキッドアイライナーなんですが、結婚式とかでね涙するかもしれないという場合はいいなというリキッドライナーですね。ただこれはねこの形のタイプはね黒一色しかないので、茶色系とかがいいなっていう方なんかは同じメイクアップフォーエバーのアクアレジストカラーインクっていうね別のシリーズがウォータープルーフで本当ににじまないアイライナーがあるので、そっちをねチェックしていただけるといいかなと思います。アイラインを入れると一気にメリハリが出てきますね。涙袋に明るさを足したいので、こちらのウォータープルーフスティックアイシャドウのアクアレジストスモーキーシャドウサンライズというカラーをこの後つけていくキラキラアイテムのベースに使っていきます。今回使っていくキラキラはこちらのスターリットダイヤモンドパウダーの109番のゴールドでございます。マックのアイライクトゥーウォッチにそっくりなんですけど、そちらよりもラメ感は繊細な感じで上品なキラキラ感が出るアイテムになってます。もっとザクザクした感じがいいぜっていう場合はアイライクトゥーウォッチを使って、ツヤっぽくも見せたい、うるうるっと見せたいっていう場合はこちらのスターリットダイヤモンドパウダーを使っていただけるといいかなと思います。こちらを涙袋爆弾ブラシと私が呼んでいるお気に入りのブラシを使って涙袋に密着させていきます。上まぶたの明るさは土台を透かすようなラメ感のダズルシャドウ It's About Shine というカラーを使っていきます。これはね気持ちゴールドっぽいラメなんですよね。なのでグリーン系ってねゴールドとも相性いいんですけど、すごくね馴染みがいい感じで明るさを溶け込むような感じで出してくれるアイテムになります。
これを黒目上の高さ出したいところにつけるだけで立体感がぐっと増しますよね。色がねあまりつかない土台を透かすようなカラーだからこそグリーンの軽さ出しに使っても白浮きしたりとかグリーンと喧嘩したりするようなことがないカラーになってます。今回マスカラ下地を下まつげにだけつけておきます。 MAC のフォルスラッシュマキシマイザーですね。上のまつげに関してはつけまつげをしていってしまうのでもうビューラー軽くする程度でね結構雑に作っていきたいなと思うんですけれども、自まつげ派だよっていう方の場合はビューラーを使ってまつげを軽させた後、私のお気に入りとしてはキャンメイクのクイックラッシュカラーっていうマスカラ下地を使うとカールが死ぬほどキープされますので、自まつげ派の人はそういったね自まつげに向けた作り方をしていただけるといいのかなと思います。つけまつげをしていく前提なのでお湯で落ちるタイプのねマスカラを使って簡単に伸ばしていきます。今回はもうスモーキーアイなのでまつげに頼らなくてもね十分目のメリハリ感は出ておりますので、こちらのストレートタイプのマスカラを使っていくようなイメージですね。眉パウダーには MAC のスモールアイシャドウオメガを使っていきます。こう強すぎず薄すぎないちょうどいい感じのカラーで、なおかつ赤みも黄みもないカラーなのでグリーンのアイシャドウとも喧嘩せずに仕上げられるような無難な眉パウダーになっています。ただこれは日焼けしている方とか結構ジグロさんなんかがつけた時に色がねあんまり出ないっていうことがあります。やっぱり土台の色が違えばアイシャドウを乗せた時に見え方が変わるっていうのはねあるあるなので、ご自身がちょっとこうジグロさんかもしれないと思ったらやっぱり色合いはねもうちょっと暗めのものを使ってやっとちょうどいい感じになるよっていうのも頭に入れておいてください。眉ペンシルはウォータープルーフ眉ペンシルのアクアレジストブローディファイナーを使っていきます。乾くまではぼかしやすい、一本一本かけやすい柔らかいペンシルになってますね。今回アイメイクがグリーンスモーキーでちょっと強めなので、5色あるうちの中間のちょっとメリハリが出るカラーを使っていきます。毛が生えてないとことかメリハリを足したい眉尻の部分にだけ使っていくようなイメージですね。ノーズシャドウは眉パウダーと同じカラーのスモールアイシャドウオメガを使って入れていきます。ある程度メリハリを出したいけれどもぼかしも加えたいという感じなので、今回のブラシはふわっと感もあるけれどもサイズ感が大きすぎないメイクアップフォーエバーのブレンダーブラシラージ242番を使っていきます。眉マスカラはウォータープルーフ眉マスカラのアクアレジストブローフィクサーの20番を使っていきます。先ほどの眉ペンシルのワントーン明るいカラーですね。エキゾチックに濃い眉毛に仕上げていきたい場合はもっと暗いカラーを使ってもいいんですが、今回はちょっと上品なね雰囲気っていうのを作りたいなと思いますので、描いた色よりもワントーン明るいカラーでソフトな雰囲気を作っていきたいと思います。もうチップがね激細なのでダマになったりとかつきすぎたりっていうことがない、調整しやすい眉マスカラですね。眉が出来上がるとかなりアイメイクのメリハリもプラスされて見えてきますよね。つけまつげは濃いめのまつエクみたいなねつけまつげのお気に入りの MAC のアイラッシュ76番を使っていきます。これがね本当になんか最近はマイブームですね。マイブームはね結構つけまつげ時期によって変わるんですけど、ちょっと前は MAC の81番っていうちょっとスカスカしたものを使ってましたし、でも今はねこっちのちょっとメリハリが出るものの方が好きだなという感じでこちらを使っています。リップはある程度こう血色感を出したいので、ウォータープルーフリップペンシルのアクアリップ 1C のヌードベージュというピンクベージュっぽいカラーを使っていきます。私は唇の形が、上唇がね、特にちょっと小さいのがコンプレックスだったりするので、オーバーリップに唇を作っていきたいんですが、通常のリップペンシルとか、口紅をね、オーバーリップに塗っただけだと、割とこうすぐオーバーリップにした部分が剥げて落ちてしまったりするので、それがものすごくめんどくさいわけですね。なので、ウォータープルーフのリップペンシルを使って、もう持ちがもういい状態でね、崩れにくく作っていくというのにハマっております。ウォータープルーフリップペンシルを使わなくていい時で言うと、リキッドのマットリップを使う時なんかは、こちらのペンシルがなくても十分崩れにくく仕上げることができるので、基本的には落ちにくい口紅っていうのを使っていることが多いですね。今回の口紅は土台の色を透かさないような高発色のマットベージュリップ。
MAC のリップスティックヤッシュを使っていきます。オレンジベージュ系ですね。普段唇の色味が結構あって、どの口紅をつけてもうまくベージュが使えないんだとか、赤みが結局強く見えてしまうんだという方みたいな、赤みを引き算したい方はすごく使いやすいオレンジベージュのカラーかなと思います。チークはある程度血色が出るようにオレンジベージュのディオールスキンルージュブラッシュ263番のアザールを使っていきます。ブラシはもうめちゃくちゃテクニックがいらなく済むブラシを使っていきます。ブレンディングパウダーブラシの122番ですね。これはポンポンポンとスタンプを押すようにお肌にチークを密着させたら、表面をくるくる撫でるようにするだけでピタッと密着させつつ簡単にぼかしていけるような、名前の通りブレンディングパウダーブラシになっているので、チークが一箇所に固まってつくんだとか、濃くつくのが嫌なんだっていう方は本当に使いやすいブラシになってるかなと思います。チークが入ると一気に血色感がねグッとプラスされますね。今回のハイライトはツヤリンチョなオレンジゴールドツヤツヤを使っていきたいと思います。ディオールバックステージフェイスグローパレットの右下のこちらのカラーですね。あんまりねオレンジ感は出ないんですけど、こうツヤ感がねすごくしっかりと出るような輝きの強いハイライトですね。シェーディングは 3CE コントアシェーディングのソフトブラウンを使っていきます。グリーン系のメイクなので、ある程度ちょっとシェーディングにも血色が出てほしいなというところで、こちらのオレンジベージュ系を使っていきます。シェーディングは本当にね肌色に合わせるべしとしかね本当に言いようがないんですけれども、シェーディング難しいよとか、なんだかうまくつけられないよという方のほとんどがですね、やっぱり色が合ってないという場合があるので、シェーディングに関しては日本のプチプラにはねもう本当に影に馴染んでくれるような色っていうのはないので、韓国コスメの中で探していただくか、デパコスでも日焼け肌推しなところじゃないメーカーを選んであげるといいのかなと思います。はい、これでね立体感も出てバッチリですね。さあ、ここまでできた時点で残りの余分にテカって見える部分にだけフェイスパウダーをつけていきます。今回使うのは皮脂テカリ防止なのに乾燥しにくいミネラルパウダーのウルトラ HD ルースパウダーですね。私はこのパウダーに出会うまでお粉はね全然好きじゃなかったんですけれども、こちらは人生初使い切れそうなね量まで減ってきたフェイスパウダーになっております。乾燥しないのにサラッサラにね崩れにくく仕上げてくれるような万能パウダーでございます。さあ、こんな感じでメイクが完成しました。はい、というわけでこんな感じでメイクが完成しました。グリーンメイクね、やっぱり可愛いですね。好きな方も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今回やっぱりスモーキーアイなので結構広い範囲に、ね、アイシャドウつけてるんですけど、割と私の場合は目をねこう伏せてる時はかなり広い範囲にアイシャドウつけてる感じに見えると思うんですよ。ただ目をねこうパチッと開けるとかなりね二重の中とかに皮膚が収納されてしまって隠れるタイプなので、この幅つけているっていう感じになるので、目がパッチリしててまん丸な人とか、目が大きめな方なんかは同じ幅の感覚で私のように広げてしまうと、恐ろしいマクロクロス系な目みたいな感じになっちゃいますので、目を開けた時に上まぶたなんかは5ミリ1センチくらいはみ出せばいいかなとか、下まぶたに関してはどのくらいまあスモーキー感出したいかによってここのね作る幅感変わってくるんですけど、やっぱりちゃんとこうご自身のお顔のパーツの形に合わせて色をのせるっていうことが大事になるので、色の発色とかね組み合わせに関して参考にしていただけたら嬉しいなと思います。で、やっぱりこうアイメイクがこういうグリーン使うとチークとかリップで血色を出さないと顔色が悪く見えてしまいやすいんですけど、グリーンのアイメイクした時にあんまりカラフルな色をここに使うと結構喧嘩しちゃうんですね。なんで今日はチークはねディオールのアザールというカラーをつけて上品なオレンジベージュ系のカラーにして、リップはね今回ヤッシュっていう色にして割とこう引き算系のカラーにしたんですけど、もうちょびっと血色欲しいんだよなっていう人は MAC であればカインダセクシーっていうカラーとかがいいかなと思います。あのマスクで取れにくいタイプがいいなっていう場合はこちらのメイクアップフォーエバーのルージュアーティストフォーエバーマットの106番のカラーがもうちょっと血色があってオレンジとピンクの間くらいのベージュ系だったりするので、まあ、この辺がいいかなという感じですね。
ちょっとね、肌がこう焼けてしまってる方の場合は、私の肌色と比較した時に、こうちょっと色の出方が薄く見えてしまったりとか、白く見えてしまうっていうこともあると思いますので、その場合はもうちょっと沈んだトーンで選んでいただくような感じで参考にしてみていただければなと思います。はい。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。今回の動画が参考になったなとか面白いなと思っていただけたらね、ぜひ高評価をよろしくお願いします。そして自分のメイクが迷走中だったりとか、結局これが自分に合ってるのかわからないな、みたいな、そういった相談に関しては、オンラインレッスンや対面のメイクレッスンでご相談を受け付けておりますので、気軽に、まあ、参加できるのだとオンラインレッスンがご自宅から簡単にお申し込みできますので、気になる方はぜひ概要欄に貼ってあるホームページのリンクから詳細をチェックしてみてください。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でもお会いしましょう。お疲れ様でした。